まず言葉の定義をしっかりする、問題集をたくさんやる、数学できなきゃダメなんでしょ、自転車に乗る感じ、いろんな科目の中で一番簡単、そうで始まりました、もちゃチャンネルです。さあ今回はですね、泉先生に再びおいでいただきました、ありがとうございます、よろしくお願いします。今回はですね、やっぱり初めて、まあこれイングリッシュチャンネルなんですけども初めてですね、そう理科科目の勉強法ってちょっと聞いてみようかなと思って、はい、初ですねまあ物理とか理科の勉強法、はい、よく聞かれるんですけど、はい、まず言葉の定義をしっかりする、ほうほうほう、うん、例えば、まあ、社会とかでもそうだと思うんですけど、あの知らない言葉があると人間って多分思考が止まっちゃう、はいはい、で理解力が下がるみたいなところがあるんで、うん、あとはあの聞き慣れない、聞いたことあるけど、うん、それなんだっけなってだけで思考が止まっちゃうんで、はいはいはい、その言葉、まあ、単語もそうだと思うんですけど、うん、単語が出てきて、うん、その単語あれだってちょっとラグがあると多分ダメだと思うんですよね、うん、反射的に思い浮かべないといけないかなっていうところ、感性の法則とか、はいはいはい、フレミングの法則とかですかそうですね、はい、中学レベルでごめんなさいでもなんか中学生の理科ができてないと、うん、もちろんですけど高校はダメです。あ、そうなんですね、等速、はい、なんとか運動、等速直線運動、はい、ああいうのが分かってないとダメですよね、はいはい、もう物理は特に中学校の物理からやってほしいです、はい、へー、はい、そうなんですね、はい、で中学物理と物理基礎ってほとんど変わりがないので、そうなんですね、はい、だから物理基礎の教科書をなんか全然できないから買おうとしてる人は、うん、中学校の物理もしくは理科、はいはい、うん、から見てほしいなって。中学校理科なんとか分野って、はい、今どうなんですか、第一分野第二分野とか。そうですね、1分野2分野で、はい、まあ、4科目あるんですけども、うん、まあ、物理分野のところはもう本当そのまま物理基礎って感じです。あ、そうなんですね、はい、へえ、うん、なんか記憶ありますけどね、なんかコインパンってパンみたいなのとかそうですね、結構その中学校で実験をやるようにいろんな学校でやってると思うんですけど、はい、一緒に化学の実験とか生物の観察とかも同時にやるんで、うんうん、物理の実験ってすっごい地味、あ、なるほど、だから残ってない、あ、はい、はい、印象に残らないものが多くて、うん、例えばバネはかりで一気に引っ張るみたいな、はいはいはい、覚えてます？全然わかんない何のことやらさっぱりなんかバネはかりでなんかこう紙があって、はい、それでなんか引っ張ったらくるっと紙が回るねみたいな話があるんですけど、はいはい、あれがめちゃくちゃ物理が大事なんですけど、はいはいはい、地味なんで多分誰も覚えてないとか、そういう基礎、まあ、僕は等速直線運動の実験は覚えてます。あ、本当ですか？どんな、なんかこうやって、はい、なんかこうひゅーっていくやつ、はい、等速直線運動ではない加速してきます。あ、そうだそうだ、ここの加速のはい、はい、加速、あの台車のやつです。そうですそうです、なんかこう動いてヒューってやる実験の時に、はいはい、僕がこうやってやって後ろにあった消火器に座って消火器がブワーッもうみんなそれしか覚えてないじゃないですか多分それはすごかったですね、もう理科室が消火器まみれになったっていうですねすごい、それは印象に残る実験全部下に向かって全部発射されたすごい、そこしか記憶ないですけどなるほど、そうですね、なんですごい基礎をしっかりやるっていうのが大事ですね、はい、はい、まずはそこの基礎から、はい、でいざ高校分野に入ったらどうやってやっていけるんですか。そうですね、高校分野ではやっぱりこれも力学の基本的な、はい、まあ、それこそ物理基礎のところをしっかり土台を固めないと、上に乗せてもただ崩れていくだけなんで、丸暗記しても、まあ、ある程度のレベルだったらできるんですけど、やっぱり難関大目指したいってなったら応用が効かないといけないので、はいはいはい、やっぱり土台、ああ土台をちゃんとやってくる、問題集をたくさんやる、ほう、はい、やっぱ問題演習大事、そうですね、なんか結構少ない労力ですごい結果を求めるっていう人もいるんですけど、はい、結局量だなって思います。教えててどんだけやるかっていうのが大事ってことですね、はいはい、経験がどれだけ問題をこなしたかっていう、あとは正解にたどり着いたかっていう経験がやっぱ自信になるし、なるほど、うんうん、あとやっぱ物理をこう懸念しがちなのは
数学できなきゃダメなんでしょうっていうのが結構きますね。あ、そうですね、数学ある程度例えば一次関数とか、はいはい、中学校の数学は必要だなと思うんですけど、あれそれにプラスして三角関数と、はいはい、あとはベクトル、はい、といっても数学のそういう単元に比べたら全然簡単、うん、あ、はい、そうなんですね。なので入り口として物理を使うのもありかな。おお、ほいほい、逆にそっち側、はい、そうですね、数学が少し苦手なんだけど物理を楽しいって思えてそこから数学っていうのもありなんじゃないかなって思います、うん、やっぱ物理の禁煙しか、まあ、文系だった側からするとなんか物理やったら数学苦手だし全然できないんじゃないのって思っちゃう人多いんですけど、はい、そうではないと。そうですね、私も数学はそんなに得意な方じゃなかったですけど、はい、でもなんか物理で使ってるうちに、うん、まあ、入り口として、はい、同時に数学も楽しくなってくみたいな感じがしました。ああ、相乗効果的に、はい、そうですね、やってたわけですね、はい。他物理以外もやったんですか？習っていく上で、うん、理科とかも。理科は化学をやってましたけど、はいはい、全然ダメです。あ、そうなんですね、はい、私暗記が。あ、そうなんですね。化学の方がやっぱ覚えるものは多い。多いですね。あ、そうなんですね。楽しいけど点数にならなくて、はい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 、でも楽しいっていう気持ちはあるんで、はい、やるのは好きなんですけど、うんうん、でもやっぱ理論とか、うん、まあ、向きも最近は楽しいなって思うようになったけど、はいはい、やっぱ点数ってなると、うん、ちゃんと覚えてないといけない。あ、なるほど。じゃあ物理の方が覚えることは少ない、はい、少ないです。はあ、はい、そうなんですね。自転車に乗る感じ。ああ、はいはいはい、はいはい、私はもう物理は自転車で例えてて。あ、そうなんですね、はい、一度乗れるようになったらもうある程度感覚、はい、感覚って言ったら、なるほど、体で覚える、はい、そうですね、やつの方がまあまあまあ忘れにくいとか言われますけど、体で覚えちゃえば、はい、そういう感じなんですよね、はい、非陳述記憶ですね、はい、そういう感じなんですね。へえ、じゃあその体で体得して、うん、はい、あと練習していくっていう。そうですね、なんかこう練習なんで、結構自転車もそうだけど、うん、乗れるようになるまでみんな頑張るのに、物理は最初解けなくて折れる人が多くて、できるようになるまで間違えるのは当たり前だなって、うん、なるほど、乗れなくてね、はい、まあ、補助輪つけて、はい、ね、外して、はい、押してもらいみたいなのをやって、はい、乗れるようになったら、はい、もう等速直線等速直線運動の、はい、慣性の法則、はい、さーっと受けるようになるわけなんですね、はい、なるほど、これは良かったんじゃないですか。じゃあ物理、皆さんぜひ選択してほしいですか、やっぱ物理は。はい、物理もう私はいろんな科目の中で一番簡単、うん、あ、簡単、はい、私は簡単だと思います。なんか文章も、まあ、いろんな入試問題解いてますけど、すごい長い文章の大学ってそんなにないし、私は長い文章読むのが苦手なんで、うんうん、そういう意味でもすぐ解ける、はいはいはい、パッと見て条件だけパッパッパって見て、うん、すぐ解けるようになるなっていう風に、まあ、そこまでがちょっと長かったりもするんですけど、うん、乗れるようになれば。なるほど、はい、じゃあぜひ物理やってみてもらえればいい、ね、自転車の例えいいですね、はい、私はもういつも言うんですけど、卒業式終わって家帰る時に、まあ、駐輪場があるんですけども、はい、駅ので自分の自転車のとこ行ったらカゴに物理の教科書が入れられてたんですなんかこれはお前は物理をやらなかったからダメなんだっていうお告げなのか物理をやれっていうのか、物理をやらずに卒業したことを後悔していくってことなのかなと思いましたけど、物理と自転車つながりですね。なるほど、すごい。そこをね、実は一生とかずっと記憶にあるんですよ。これ物理をやれってことなのかなっていうのをずっと思ってるところなんで、じゃあこれからね、物理皆さんも勉強していってもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、はい、ここから泉先生においていただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。